ジョージ・ジェシー・ヒル・ジュニアは、アメリカ合衆国のバスケットボール選手。インディアナ州インディアナポリス出身。NBA のミルフォーキーバックスに所属している。ポジションは、ポイントガード、シューティングガード。インディアナ州インディアナポリスで生まれ育ったヒルは、幼少期には、いつかは、マイケル・ジョーダンのような選手になることを夢見ていた。夢の実現でもあるドラフト1巡目指名を受けた際に、 ヒルは子供の頃からの夢だった。と語った。ヒルはブロードリップル高校に入学しヒルはグレッグ・オデン、マイク・コンリー、ジョシュ・マク・ロバーツ、ロドニー・カーニー、エリック・ゴードン、そしてコートニー・リーと共にインディアナ州の屈指の選手となった最高学年には、州のトップとなる1試合平均36.2得点を上げ、インディアナ州の歴代シーズン高校記録第5位に、 入ったハイスクールでの活躍によって、インディアナ大学やテンプル大学など、カレッジバスケット競合校からオファーがあったにも、かかわらず、ヒルはインディアナ大学パデュー、大学インディアナポリス校入学を選んだ。病気の曽祖,祖父と過ごすためであったが、その曽祖,祖父は入学を決めて、数ヶ月後に亡くなった。しかし、ヒルは曽祖,祖父の残した、現行一致であれの言葉に従い、 チャンスの多い競合校のオファーを断り IUPUI に入学した。2年目に IUPUI チームジャガースをカンファレンスのトップチームへと導いた。インディアナ大学パデュー大学インディアナポリス校から2008年の NBA ドラフト1巡目26位でサンアントニオスパーズに指名され IUPUI 初の NBA 選手となった。 サンアントニオスパーズスパーズ時代のジョージヒルプロ2年目にブレークし2011年までトニー・パーカーの控えとして活躍し将来のスターターとみなされていたが2011年の NBA ドラフト時にインディアナ・ペーサーズが1巡目15位で指名したカワイ・レナードの交渉権とのトレードでペーサーズに移籍し故郷インディアナに戻った インディアナ・ペーサーズ・ユタジャズ・サクラメント・キングス2017年7月4日、サクラメント・キングスと3年5700万ドルで契約した。クリーブランド・キャバリアーズ2018年2月8日、キングス、ユタジャズの絡んだ三角トレードで、クリーブランド・キャバリアーズに移籍した。ミルウォーキー・バックス2018年12月7日、ワシントン・ウィザーズも絡む三角トレードで、 ミルウォーキーバックスに移籍した。2019から20シーズン開幕前の7月、バックスと3年2900万ドルで再契約した。1 8 8トルの身長で、ウィングスパンが2 0 6トルあり、体脂肪率が3%という、長い腕と優れたアスリート体質で、高い運動能力を持ち、PG と SG のどちらもできる。 相手チームの得点源を防御しつつ、トランジション、3ポイントも含む攻撃力も保つことができる貴重な選手である。サンアントニオスパーズのグレッグ・ポポビッチヘッドコーチも、ヒルのオールラウンドな能力と、チームプレーに秀でていることを、メディアのインタビューで語っている、ハットバスカットボールレフレンス。ありがとうございます。